2002年1月21日、11時53分、全日空391便が函館空港に向けて名古屋空港を離陸しました。出発前の気象情報によると、函館空港は風は強いが、着陸に支障はないという予報でした。函館空港までは順調に飛行し、滑走路ワンツーに向けてアプローチを開始しました。しかし、滑走路の手前140メートルで風が急変したことを示す警告が作動。回避する操作を開始しましたが、機体後部の下部分が滑走路に接触する尻餅事故が発生しました。なぜ事故は起こったのでしょうか。今回は全日空391便尻餅事故を事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像はイメージであり、事実と相違があるものも含まれます。2002年1月21日11時30分、全日空391便が名古屋空港で出発に向けて最終準備を行っていました。使用機材はエアバス A321。 なおこの動画ではエアバス A320 ネオを使用しています。機長、副操縦士、客室乗務員が4名、乗客87名の合計93名が搭乗していました。この便の機長は37歳、総飛行時間は7100時間、エアバス A320 型には3300時間乗務していました。副操縦士は38歳、総飛行時間は4400時間、エアバス A320 型には1900時間乗務していました。この便では機長昇格訓練を行っていた副操縦士が右席で操縦を担当、機長は左席でそれ以外の業務を担当する分担となっていました。函館空港までの予定所要時間は約1時間。パイロットが出発前に入手した函館空港の気象情報は、地上の見通し距離が5から10キロメートル、風は強いが着陸に支障はないというものでした。391便は11時40分過ぎにゲートを離れ、11時53分に名古屋空港を離陸しました。函館空港周辺までは順調に飛行し、管制官から気象情報を取得しました。それによると函館空港の風は130度から28ノット。使用する滑走路ワンツーに対して多少右から強い向かい風が吹いている状況でした。また事故直前の気象情報は見通し距離が5キロメートル。雨が降っており2000フィートにほぼ空を覆う雲が観測されていました。滑走路に向けて降下を続ける391便。滑走路直前までコースおよび角度はともに規定の範囲内でしたが、滑走路の手前140メートルの地点、地上から53フィートの位置でウィンドシアーの警告が作動しました。ウィンドシアーとは風の強さや方向が急激に変化する現象で、高度が低いとき、特に着陸直前に遭遇すると非常に危険です。これはウィンドシアーが起こる時の風の流れの一例を示したものです。強い下降気流が発生し、その気流が地上にぶつかると様々な方向に風が吹きます。そのためこの中を飛行すると高度が安定せず急に降下する可能性があります。これはウィンドシアーを回避している様子が記録された映像です。警告が作動したとき、パイロットは一瞬驚きつつもすぐにゴーアラウンド、着陸やり直しの操作を開始しています。ウィンドシアーによって急降下をし墜落することを避けるため、すぐに回復操作をしたことがお分かりいただけたかと思います。391便の副操縦士もウィンドシアーの警告が作動したことを受け、すぐに回復操作を始めました。
しかし、13時3分、機体後部の下面が滑走路に接触。そのまま回復操作を続けて上昇に転じ、機長が操縦を代わり、無事函館空港に着陸しました。この事故によりパイロットや乗客に怪我はありませんでしたが、客室乗務員3名が軽傷を負いました。また圧力隔壁への亀裂や機体の傷が見つかりました。なぜ391便は尻餅事故を起こしてしまったのでしょうか。これまでの流れで、事故にはウィンドシアーが関係していることがお分かりかと思います。しかし、ウィンドシアーに遭遇したからといって必ずしも事故が起こるわけではありません。では、なぜ事故が起こったのでしょうか。改めて391便のフライトを振り返ってみます。12時31分、事故の30分前、函館空港への最終進入にあたって副操縦士は進入速度を決めました。進入速度を決めるには様々な要素がありますが、その一つに風の強さがあります。この時の気象情報によると、風速が28ノットと風が強く吹いており、この情報をもとに副操縦士が算出した速度は140ノットでした。そして数分後に改めて函館空港の気象情報を取得すると、風速は29ノットとほぼ変わりませんでしたが、42ノットの突風の情報も出ていました。この情報をもとに運航マニュアルに従って進入速度を計算し直すと152ノットになりますが、副操縦士はそれよりも10ノット近く低い143ノットと算出しました。実はこの時、副操縦士が使った計算方法は一部の全日空のパイロットが使っていた簡易的な計算式を使ったもので、規定の計算方法よりも低い速度を算出してしまいました。低い速度での着陸は接地時の操作が容易になる一方、飛行中は風の影響を受けやすく不安定になります。そして500フィートまで降下しましたが、この時までは目標速度の143ノットをほぼ保っていました。そして滑走路に近づいたことを受けて、機長が進路や高度を自動的に調整する装置オートパイロットと、エンジンの推力を自動的に調整する装置オートスラストを共にオフにしました。そのため以降は副操縦士による手動操縦で進入が続けられました。事故の13秒前、高度177フィートを通過中に速度が目標値の143ノットを下回ったため、スラストレバーを操作してエンジンの推力を上げました。しかし数秒後、今度は143ノットを超えたためエンジンの推力を下げました。さらに数秒後、今度は143ノットを下回りました。そのため再びエンジンの推力を上げる操作をしましたが、スラストレバーの操作と実際にエンジンの推力が変わるのには数秒間のズレがあり、この時点では数秒前の推力を下げる操作が反映されていました。直後ウィンドシアーに遭遇、速度が20ノット近くも下がり、急激に降下を始めました。すぐに機長がエアスピードとコールして速度への注意を促し、副操縦士はさらに推力を上げる操作をしました。同時にウィンドシアーの警報が作動、副操縦士はゴーアラウンドとコールし、推力を最大にしつつ機首を上げ、機長も機首上げの操作をしました。この時失速速度まで10ノットの117ノットまで減速、7秒間で実に36ノットも下がりました。直後、コックピットボイスレコーダーに衝撃音が記録されており、機体後部が滑走路に接触、遅れてエンジンの推力が上がり上昇へ転じました。事故調査委員会のシミュレーションによると、推力の調整を自動にした場合、今回と同じ状況でも滑走路に接触することなく着陸をやり直すことができました。
しかし、391便と同じように、水力を手動で調整した場合は、風の変化に対応できず、尻餅をつく結果になりました。エアバス社の運航マニュアルでは、水力を自動的に調整するモードを推奨していますが、全日空の運航マニュアルでは、このモードの記載が最小限にとどまっていました。この経緯は不明ながらも、エアバス社と全日空で運航への考え方が異なっていたとみられています。これらの状況をまとめると、進入速度の計算に簡易的な計算方法を用いたため、規定よりも低い速度で着陸進入し、風の影響を受けやすかったこと。速度の調整を手動で行っていましたが、風の変化に対して十分に予想、対応できていなかったこと。スラストレバーを操作しても、実際にエンジンの推力が変わるのには少し時間がかかることにより、上昇が間に合わなかったことなどが挙げられます。しかし、そもそもエアバス社の方針に倣い、推力を自動的に調整するモードをより活用していれば、事故が起こらなかった可能性があります。そのため、全日空は、最終的には機長の判断としつつも、基本的に推力を自動で調整するモードを使用すること。特にウィンドシアーが予想される場合は、自動調整を強く推奨するように運航マニュアルを改正しました。航空会社が運航する以上、会社の事情や独自のノウハウにより、必ずしも運用のすべてを航空機メーカーの方針に合わせるわけではありません。新しい運用を始めるにはコストもかかります。ただ、どんな時でも安全が大前提であることは言うまでもありません。以上、全日空391便、尻餅事故でした。よろしければ、感想などのコメントや高評価もしくは低評価、どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。